今回は、FF7 イベントの強プラスやっていきたいと思います。メンバーは、とりあえず3回蘇るかな。だから一応ゴリ押すためにセフィロスのバーストに頼りつつ、あとは炎属性が弱点だからビンセント、あと生属性も弱点だから一応召喚獣を持たせて、そんな感じかな。た特に変わりなく今日の時とそれで、いやでもちょっとね、よみがえる回数が多いからそこが不安かなっていう。フレンドさんはチョコさんの鉄壁をお借りします。鉄壁の入れるタイミングもね結構重要な気がして、で、ドラゴン飛びに弱点の炎属性で2回目に炎属性攻撃しないで、まあ、横下げるなんで、1回目には鉄壁をも入れずに2回目になるくらいで入れようかなと思います。こう最初から打ってると多分後半打たないと思うんだよね。鉄壁がだんだん強くなるんだったら後から入れようかな。とりあえずロッテガとシェルガで耐えれるかな。はい、じゃあまあ、結構いける、ダメージは通るね。これがどっけ、うわ強っ。強い。想像よりはるかに火力があるな。でも一応2人回復いるからとかなるかな。待って、前じゃ回数少ないかな、もしかして。ちょっと精錬してきた方がよかったかな。あ、弱い。いらなかった。もうちょっといくかと思ったけど、で、ヴィンセントで鉄壁を入れて、よしよし。あ、これ懐かしい。強っ。懐かしいとか言ってる場合じゃない。2回目来たでしょ。よかった、回復2人いてよかったな。ここ、あ、全体痛い。あんま効かないな。え、シャドウブレア、強い。さすが。安定感があるね、ほんと。
フレアは強い。エグライスかな。あ、強い強い。回復が。これで、あと一回読み替えるのかな。そうだよね。まだ二回だもんね。二回読み替えるもんね。結構きついね。どうしようどうしよう、鉄壁の入れ時がわからない。え、待って待って、やばいって。いやー、リスタイトよ。あええー、切れてるか、鉄壁が。きつくないか。3人でいける？あー、危ない危ない。セーフ。よしよし。シャドウフレアだな。だとしても、まあ、スクリ無理で、一人だったらいけたかもだけど、痛い痛い。次がラストかな。よし。うわ、マジか。もうないじゃん。待って、セケロスにかけたかった。だけど耐えた、すごい。たけびしまくり。あーダメだ、ヘロスがダメだ。ヘロスどころじゃなかった。見直します。